今回はこれを使えば車で YouTube が見られる。この商品が、まず名前ポッドキャストカープレイ AI ボックス Android 9.0 っていうやつなんですけど、はい、前回ご紹介したのがワイヤレス化で Apple カープレイがつなげるってやつなんですけど、はい、今回はワイヤレス化とはちょっと違うんですよ。お、何ができる？これで、まあ、Bluetooth の通話ができる、うん、そしてこれ2画面表示ができる、うん、ミラーリングして動画が見られる、うん、これに USB を挿して動画を見ることもできる、 Google Play でアプリをダウンロードすることもできる、あとはティザリングをしてつなげることもできる。そうですね、はい、ちょっと Android ナビっぽい使い方ができるってことかな。そうだね、うん、でも一応純正ナビの機能もそのまま使えるということで、はい、ちょっと実際に開けて使ってみましょう。はい、はい、じゃあ開封。おお、前回のに比べてでかいですね。ちょっと大きめだね。うん、分厚いし。分厚いですね、うん、本当だ。またカードが入ってて、うん、トリセツ、はい、からの、お、いろいろ入ってる、うん、GPS。 あー、 GPS もついてる。はいはい、こんな感じです。お、 C コネクタでしょ、うん、はい、まず入ってたものはこんな感じですね。はい、これは前回に比べるとだいぶコードが多いですね。多いですね、うん、で、まずはですね、これは本体でしょ、うん、説明書を見ていくとですよ、これかな、これかページ内容、はい、本体、うん、で、タイプ C と A のケーブル、うん、で、GPS アンテナ、はい、で、GPS ユニット、うん、で、取扱説明書、はい、というふうになっております。うん、で、これを取り付けるのはパッと見るとですね、ここにタイプ C からつなげる、これだな、つなげて、で、これを車につなげる、 OK っていうことだね、うん、これがこれなんかね、配線しそうなほらやつやけどな、この GPS に関係あるのかな。これがこれか、これアンテナでしょ。そう、アンテナ。あ、え、これ、そう、これだ、これだ、これがユニット、 GPS ユニット。なるほどね。じゃこれにまずつなげるとしたら、ここにつなげるでしょ、うん、え、これをこっちにつなげる、うん、で、これ、これアースだよね。そうだね、アースで、これはなんどこにつなげる？で、今回はちょっとね、これは使わないです、うん、ナビの機能をね、向上させるものらしいので、うん、もし使いたい方はぜひ使ってみてください、はい、まあ、今回は簡単にね、こちらを接続して、うん、どんな風に何が使えるのかを紹介していきたいと思います、はい、早速車に戻ってやってみましょう。はい、今回使うのはハリアです。はい、このでっけえナビのハリアで、はい、12.3 インチを使って試していきます。はい、まずはつける、はい、立ち上がったんで、うん、こちらに挿していきます。よいしょ、おい、うん、そうすると、お、点滅してますね。ライトがついてるね。これは点灯に切り替わ、お、切り替わったね。切り替わるとこっちが表示されるようになります。お、来た来た、こんにちは。走行中は動画を見ないでください。はい、はい、うん、4時ねえ、7月5日これは、うん、多分設定とかで変えられると思うんですけど、はい、まず機能的にじゃあテザリングしてみようか。あ、そうだね。はい、私のやつが出てきたんで、うん、これを押す。これパスワード入れていきます。はい、お、つながった、お、つながった、うん、ここが Wi-Fi のマークがこうスラッシュが入ってなくて、このピッピッっていうね、矢印がつきました。はい、そしたら、う
まずマップはこの状態で見れるのか。うん。Google だね。もう思ったけど日付と時間取ったな。そうか、こっちと繋がったからだ。うん。ちょっと立ち上がりが。1時間経ってもこの状態でした。はい。ちょっとGoogle マップ。うん。Google マップがちょっとできないってなってたけど、うん、実はやり方がありました。はい。ということでやっていきます。はい。で車両変わっちゃったんですけど。そうですね。この設定を押します。うん、からのアクセシビリティを押します。はい。そうしたら、うん、今回はこの付属の GPS はちょっとつけないでやるんですけど、うん、その場合はこっち車両の12目、はい、っていうところを押します。はい、ということでこの設定をすれば Google マップが使えるということになります。はい、じゃあ次は違うアプリをちゃんと入れて、うん、それは起動するのかやってみます。はい、Yahoo 天気入れてみました。入れてみました。さあ開くのか。お、普通に開いた。じゃあ次YouTube が見れるのか、うん、いきます。はい。はい、いきますね。お、うん、開く開く。じゃあこれで。はい、出てきた。うん。じゃあ、ま、飛び石行ってみましょう。はい。お、あれ社長どうしたんですか。なんの飛び石が嫌いだよ。今のところすごい滑らかに動いております。そうだね、YouTube はサクサク見れそうだな。うん。まあこれ気をつけんとテザリングなんで、うん、そうですね、通信量の制限が来るという、はい、そこだけはしっかりお願いします。うん、あ、じゃあこれで二分割できる、うん、お、この状態から。あ、これじゃない、ぽい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 、縦割りじゃないよね。え、そこです。この動画を見てください。これもしマジ、はい、え、当たった。マジ？あのね、私が思っとったのはハリアーってわかるでしょ？わかります。あのナビがでかいからここで2分割すればめっちゃいいなと思ったんです。普通のナビ分ぐらいあるよなって思ってたんだけど。え、あ、あ、あ、普通のナビ分をほぼ3分割。ハリアーのこれはどうしても消せないんだな。普通、普通でした。マジか。3分割じゃんこれじゃ。わあ、ハリアーに至っては2分割っていうよりは3分割になると。まあでも2分割は問題なく使えますね、はい、普通のナビゲーションだと問題なく表示されるかと思われます。はい、ここのテーマとかいうのもあって、うん、壁紙がカスタマイズできます。はい、あ、なるほど。ここで USB ここにつなげたら好きなものがいろいろできるね、好きなようにできるんだね、多分ね。なるほど。でも今回持ってきたの動画しかないんで。あー、あ、じゃあ動画見れるかやってみる。やってみましょうか。うん、はい、はい、つないだよ。そしたらなんかあったかな、 USB みたいな。これですかね。あ、それか。ミュージック8つ、うん、ビデオ、お、これを、うん、おー、あるね、聞けるね、ありますね。もう普通に聞くと、うん、こんな感じで表示されて流れますね、はい、じゃあ次はこれをビデオに切り替える、うん、そうするとここで押すと、おー、ちゃんと見えるね。しかもこれ 4K まで対応してるらしくて。おー、じゃあ結構綺麗な映像で見れるってことだね。うん、すごいよ。はい、ということで動画も見れるし音楽もまあ普通にしっかり聴けるということで、うん、プラスアルファでできることが増えるって感じで、うんうん、ここにもつなげたらもちろんカープレイが普通に使えるってことだよね。つなげてみよう。うん、これをつなげる。つないだ。充電できる。あ、来たね。来ました。じゃあやっぱこうやってつなげたら普通にカープレイで使えるってことだ、うん、普通につなげて使うよりもこのオッドキャストをかませることでやれることが増える、うん、そう、ミラーリングもできて YouTube も見えてアプリもダウンロードできると。そうだね、うん、おー、これは結構いいんじゃない、こうやって使うんだったら。そうだね、プラスアルファアンドロイドナビみたいなもんじゃん。もう、もうそういうことだね、うん、機能増やせるみたいな、うん、おー、これはいいんじゃない。うん、
しかも2画面できるからね。そうなんだよね。はい、ということで今回ご紹介したこちらオッドキャストのねカープレイ AI ボックス、はい、Android 9.0 になるんですけど、うん、まあ、説明欄の方に詳細、うん、リンク貼っときますので、はい、そちらの方気になった方はチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では次回の動画もお楽しみに。楽しみに。